セール側秋川渓谷カップ第47回サンケイスポーツ杯シリーズの最終日、最後は日差しが出てきています。戦いはいよいよファイナル12レースの優勝戦です。引き続き安定板を使用しての競争です。対戦メンバー1号艇東京小原俊之、2号艇福井松田裕樹、3号艇福岡池永太志、4号艇愛知前田清文、5号艇岡山川崎智之、6号艇佐賀大久保慎一郎、以上6選手です。陰線1号艇小原、地元期待のフレッシュルーキー、今年の目標は江戸川で初優勝、ビッグチャンス到来です。2コース2号艇松田、前走中三国から2節連続 V 狙います。3コース3号艇池永、近況5節連続優出の好リズム、船を引いて4コース角4号艇前田、こちらもデビュー初優勝の一撃を狙ってチルとは2度のセッティング、5コース5号艇川崎、昨日の準優は最終コーナー逆転で優出切符を掴んでいます。大外6コース6号艇大久保、およそ3年ぶりの水面もしっかり乗りこなしています。現在北東の風が8メートル、川の流れ上げ潮50センチ、ホーム側強めの向かい風、追い潮のコンディション、スタート10秒切っています。12レース優勝戦、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー勢コースタート、インから1号艇小原、渾身のトップスタートを切っています。レースは1周1番ゲート向かいます。逃げる1号艇小原、まくる3号艇池永、差しを狙って2号艇松田でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は初優勝へ押し切りました1号艇の小原俊之、リードは4艇身です。2番手争い、2号艇松田の外に3号艇池永、内側から6号艇大久保、5番4番と追走、スタートは前提正常です。2マークトップで1号艇小原ですが、ここでアクシデントとなっています。まさかのアクシデント、1号艇小原アクシデントです。先頭は4号艇前田が抜け出しています。2番手3号艇池永、内から6号艇大久保、5号艇川崎と追走、1周2マーク1号艇小原俊之、転覆のため失格となっています。バックストレッチ、先頭は4号艇前田、2番手5号艇川崎、3番手が6号艇の大久保、上位の体型は4番5番6番です。その後ろ3号艇池永、2号艇松田と追走しています。2周2マーク随行艇レスキュー、避けての旋回となりまして褒め取り返しています。先頭4号艇前田清文、2番手5号艇川崎智之、3番手6号艇大久保慎一郎、レースは最終周回に入っています。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと、先頭で4号艇前田清文が抜け出しています。デビューから13年半、20回目の優勝で悲願の初優勝が目前です。2番手5号艇川崎智之、3番手が6号艇大久保慎一郎、その後ろ3号艇池永、2号艇松田と追走しています。1号艇小原はまさかの転覆失格です。最終コーナートップで4号艇前田が旋回、2番手5号艇川崎、3番手6号艇大久保、方面と折り返していまして、まもなくゴールを迎えます。先頭4番前田清文、デビュー初優勝のゴールインです。5番川崎ゴールイン、6番大久保ゴールイン、